最近乾燥するからさ、このブレスレットめっちゃ役に立ってる。そうだね。因为日本最近静电很严重，所以我们两个就买这个。这个是日本防静电的手环，你套在手上的话，就帮你吸一些静电，就不会一直触电了。这个就是我们两个最近的小花费。ロストで180円。そう、安い安い。2つで180円。皆さんこんにちは、るちゃんです。るちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天也是日文教学时间，今天要跟大家讲的是中文的，我的耳朵听到都长茧了。这一句话的日文要怎么说？这句话的日文就是耳にタコができる。耳にタコができる。大家可以跟我念一遍，耳にタコができる。皆さんそのタコって何のタコか知ってますか？海にいるなんか口がね。とんがってる、ルジやってみそうそう、そんなようなタコとか、あと空にあげるね、あのなんかあんじゃん、うん、そのタコとは違います。なんのタコですか？実はそのタコは指とか、あと足の指とかにできる、あの硬いやつ、あれタコって言うじゃん、あっちのタコのこと言います。文章刚才讲的那个タコ解释就不是我们平常学到的那个在海里面的章鱼，就真的是我们长茧啊，在手脚，所以其实跟中文就是完全一模一样，还蛮好记的。那我们这里招一些例句给大家听哦。第一句是毎日毎日同じことに聞かされても耳にタコができる。毎日毎日同じことに聞かされても耳にタコができる。每天每天都听一样的事情，我的耳朵都长茧了。めっちゃ嫌そうやな。に、またその話？耳にタコができるよ。またその話？耳にタコができるよ。对，日本人就是这样用。那我们再造个第三句是，もううるさい、耳にタコができる。怖いな。もううるさい、耳にタコができる。就是这个是很暴走的人会这样讲。結構日常会話に出てくると思うので、皆様もぜひ、もし日本人の友達と喋るときに、または日本語を使えるチャンスとかあったら、この慣用句を使ってみてください。ちなみに、耳にタコができるってちょっと長くない？あ、確かにちょっと長いかも。と思った方は耳タコですって言えばいいよ。この耳にタコができるを後を消して耳タコだけで、そうそうそう、それでも日本人は通じます。すごい。もう本当耳タコみたいな、こんな感じで使えるんで、まあちょっと若者っぽくていいかもしれない。あとね、タコ野郎とかあるじゃん。ああ、その人をその侮辱する話。そうそうそう。あ、なんか海の中でさ。こうやってずっとやってなんか、ね、何も考えてなさそう。でも最初私タコ野郎って聞いた時にあれなんかどこが人を侮辱してるとかどこが悪い言葉全然分からなくて、ウェンダンに聞いてみたらウェンダンにちょっと演技してもらってすごいびっくりした。確かになと思って何も考えてなさそう。そんな感じだよね。ね、そう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 。あ、この口でやるとなんか目もなんか自然にコード大きくなって、そうそうそう、何も考えてない。ね。なのでそのタコ野郎はもうあまりみんな使わない方がいいと思うけどね。あんま使わない方がいい。はい、以上今日の動画でした。私たちは初めてこういうなんかよく台湾人とか中国語を使っている人はよく言う言葉を日本語訳、日本人はどんな感じで言うのか動画を作ってみましたので、もしこの動画はそのちょっと役に立ってるな、または何か知りたい言葉とかあったらぜひコメントで教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ僕たちの動画見て耳タコにならないようにね。あ、確かに耳タコになられたらもうやばい。あ、でも耳タコになるぐらい勉強できたらいいね。もし皆さんいつかその字幕がなしても文章何喋っても分かってくれたらそれすごい嬉しく思います。日本語で どしどしコメントしてください。ぜひコメントでこの慣用句を使って文章を作ってください。それも練習になると思いますので、他の人の例文とかを見て自分の勉強にもつながると思います。はい。如果说你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎帮我们按一个赞，然后开启铃铛，接收最新的通知。只要我们有发新影片 ，YouTube 就把消息就传给你哦。然后呢，也可以追踪我的 Instagram 在这里，我的 Instagram 在这里，我的日常更新都更新在这里，有兴趣的人可以参考一下。那我们下次再见，拜拜，下次影片见，拜拜 ，See you next time， 拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。